すいません遅れました、はい、5分間ちょっと準備かかりましたけれども、はい、皆さん大丈夫でしょうか。ありがとうございます。答えも可愛いとねコメントいただいておりますけれども、はい、早速ですけれども始めていきたいと思います。思います。どうもテクマンは DMA 旧役の塩口良平と、どうもテクマンはノックスのネオ役カイトです。よろしくお願いいたします。ではカイトさん、はい、公式サポーターズクラブテクラブとピーちゃんの説明をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、この番組は、はい、テクノロイドを愛する全ての人々とコミュニケーションを取っていく公式サポーターズクラブテクラブ内限定の配信番組です。ほいほい。ピーちゃんはいわば学校のホームルームのようなところにしていきたいと思います。はい、ここだけの話満載ですので SNS などでの他言拡散はご容赦ください。なるほど、ありがとうございます。今回で第91回目、ありがとうございます。いやー、100回が見えてきましたけれども、ね、はい、今日はですね、月に一度の軽音楽部ということで、はい、私、塩口と海人さんでお送りしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、前回はスタンドアローンのミゼラブルを歌ってくれました。はい、はい、まだ見てない方は先月の配信をぜひということでございます。よろしくお願いいたしますけれども、はい、お願いします。前回改めて振り返ってみて何かありますか？でも前回あの、うん、過去一かもって言ってくださったじゃないですか、うん、すごかった、すごい素敵だったあれ、めちゃめちゃ嬉しくて、うん、なのでちょっと今回はねそれぐらいまたかっこよく歌えるようにっていう、はい、うんうんうん、回を重ねるごとに更新していけるようにという感じで、はい、あのよきよきな楽曲をムキムキにして持ってきました。じゃあ今日もそれを更新できるかもしれないというね、あの、はい、楽しんだところで、はい、ございますけれども、今月ここに来るまでカイトちゃんは何をやってたんですか？あの舞台にお出てます。あ、すみません、ありがとうございます。舞台、そうなんです、はい、ツルツルにあの一本な感じで、なんかツイッターじゃないか、X、はい、拝見しましたけど、ね、やってたんで、うん、なんかまた、ね、ちょっとこう違う世界に行って戻ってきた感じなんですけど、うん、うん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 、なんかやっぱあれですね、月一のPちゃん、なんかちょっとこう、一つホームに帰ってきたみたいな感じがありますよね。する？しますします。それこそ塩兄と一緒にここ何回か、はい、ソロテクのホームPちゃんをやらせてもらってるじゃないですか、はい、っていうのもあって、なんかガチっていうよりかは、あ、勝手知ったる我が家、よろしくお願いしますみたいな感じで、なんか望めるのはすごく嬉しいなと思っておりますので、どの現場にもね、いろいろ行ってくると思いますけれども、はい、その気持ちをいつまでもぜひ忘れず、そうですね、はい、ぜひそれでも戻ってきていただきたいなと思っておりますので、あ、あったかい、待ってますから、あったかい場所だ、はい、ぜひともよろしくお願いします。楽しかった舞台？楽しかったですよ。おー、なんか東京とあと兵庫の方にいいね、なんかできたんですけど、兵庫ってなんか大阪じゃなくて兵庫なんだね、そこは、はい、そうなんです。なるほどなるほど。やってきたんですけど、美味しいものは食べれましたか？向こうで。あの出てくるお弁当がうまかったんですよ。あの兵庫で。はい。兵庫ね、俺も住んでたことあるけど、ご飯美味しい。あ、そうなんですか。住んでたんですね。うん、住んでちっちゃい頃ね。おお。牛うまいっすね。牛肉。うん、神戸牛食べたの？もしかして。出ました。なんか3種類の。はいはいはい。なんかちょっとこうなんか焼肉チックじゃないですけど、うん、ちょっと分厚めの肉のパターンと、はい、その下にあのちょっと牛丼っぽい肉の感じと、あとなんかあの ブロックのなんかちょっとこうソースのついたパターンのなんか別の弁当だったの。へー、なんかすごい、もう食べに行くというよりかもうお弁当だけでも十分に楽しくて、感じでしたね。なるほど、はい、美味しいですね。まあ、美味しい食べ物は本当に元気出ますからね、やっぱり、ね、本当に。じゃあ美味しい食べ物いっぱい食べて、はい、ね、どん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 、ね、今年も駆け抜けて、そうですね、来年もまたぜひともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、楽しんでいきましょう。はい。で今回は、今回はアンボーダード。そうです。はい。ノックス&スタンドアローン。はい。テクユニのストーリー。そうですね。確かに確かに。はい。はい、どうぞ。ストーリーあのラストに流れる。はい、うん。ワクチンですね、はいはいはい、の楽曲で、やっぱあの年がやっぱ12月、うん、今年ラストの僕軽音階だと思うので、はいはいはい、うん、なんかそれにこうバシッてハマる曲なんだろうなと思ったら、うん、やっぱこうテクユニの最後の1曲みたいな感じ
をちょっとストーリー性を持たせてこの曲を選んでくれたと。ちょっとガチッと締まるかなと。いいじゃないですか、おしゃれ。持って持ってできる男になりましたね。ありがとうございます。素晴らしい。今回も音声の一部を YouTube に切り出して放送していきたいなと思っておりますので、はい、ぜひお付き合いください。よろしくお願いいたします。ということで本日のテクノロイドオープニングの2人の方は、はい、美術部の方から柴さんに書いていただきまして、柴さん、はい、エンディングの2人は写真部のライさんから、送っていただきました。ライさん、ありがとうございます。ありがとうございます。引き続き写真部と美術部の方から2人の方は選定していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、というわけでシンクロメモリー第3弾となる唯一の相棒シンク無理の腐れ縁が明日の12月7日までの開催となっておりますので、皆様どうでしょう、はい、やってくれてますでしょうか。コメント、選曲天才ですよね。楽しみにしていてくださいね。もう明日までですからね、どん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 やってもらって。そうですね、まあ、星4アウルがね12月、星4アウルは12月23日までゲットできるんで、はい、引き続き楽しんでいただきたいんですけれども、あ、本というところですね。ですけれども、ちょっと一瞬、はい、ソロテクの結果が出てきましたね。はい、目標は 7.5 億点でしたが、はい、今回の結果 は8億6181万8074点。結構余裕ですね。なあ、でもこれ結構すごいと思う。これすごいです。みんなめちゃめちゃやってくれたんだと思う。だって結構辛めだったもんね、設定 1.4 億目標だったからね、はい、倍ぐらいやってくれた。そうですね、うん、1億上ってことですか。すげえ。1億上かな。ちょっとなんか俺だけちょっと腰の、あ、全然、そうそうそう、はい、そんなに高さも変わらない。そうですね、1億上かな。いやー、すごいじゃないですか、ね、というわけでですね、はい、プレゼントが、明日の12時以降に配布されますので、ぜひとも、はい、皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ということでギャラリーの方にもファッションが随時アップをされておりまして、2023年製造記念日イラストのフランちゃんのイラストがラフ原画とともに上がってますので、はいはい、ぜひともチェックしていただきたいなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、そしてテクラブの放送スケジュールをちょっとザラザラとお伝えしましょうかね。はい、はい、12月のピーちゃんは本日12月6日はカエトちゃんと私の歌唱会、そして12月の13日来週は菊田さんと武田さん、エレメンツガーデンから高田に来ていただきまして、はい、田中プロデューサーとのスタッフ会、スタッフ会、そして12月の20日は、浦和樹さん、お、そして私塩口、そしてプレイクプロデューサーの田中さんの声優会&忘年会で年内終了となっております。よろしくお願いします。楽しそうですね。はい、はい、忘年会と言いつつね、何をするのか全く分かりませんけれども、とりあえず皆さんの声は大きいでしょう。はい、よろしくお願いします。そうですね、はい、で12月はここで終わっちゃうんですけれども、1月のラインナップもざっくりと出ておりますので、はい、今お伝えしたいんですが、はい、1月の10日が通常会となっておりまして、私塩口と田中さんの、2人でお送りします、はい、そして、1月の17日は歌唱会ですね。歌唱会、ここでまた海人さんと私なんでよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そして1月の24日声優会として、お、いいですよね、はい、草野さん、草野さん来る、太一、あら太一来るんですね。あら、またなんか君の仲良しが、あ、そうか、太一前回お休みだったんで、あ、なるほどなるほど、年を明けてのリベンジに来てくれると、はい、ありがたいですね。はい、どうしようか、え、そんなフラッと来れる場所なんですか。そんなフラッと来られても困る場所にむせてるじゃないですか。びっくりした。そんななんか素のリアクション来ると思わなかった。はい、まあね、そしてそして期待気持ちもありつつ見ていただいて、はい、1月の31日スタッフ会と称しまして、はい、ここでまた、菊田の兄貴がもう一回出てくるということで、ありがたいですね。はい、田中、我らが田中プロデューサーとどっぷり話してくれるという流れになっております。よろしくお願いいたします。お願いします。そしてそしてということですが、カイトちゃん読んでみようか、はい、そしたらこちら第5回、はい、テクラブ会員イベント、テクラブピープスサポーターズクラブイベント
チケット受付中です。お願いします。こちら今回のイベント名をユニットユニットユナイト、あ、ユナイト、つながりって意味の英語で、うん、俺本当に英語ダメなんですね。ユナイトだと思う。こう、これとこれのめっ、まあ、今日からユニットでもいいけど別に。ええー、ユナイトです。うん、テクマイのテーマであるつながりを今回のイベントテーマとして、はい、あの今回初めてのユニットイベントとしてのユニットのつながり、はい、テクミンの皆様とのつながり、うん、テクノロイドプロジェクトの過去から未来へのつながりを表現できたらと思います。なるほど。エモ。そして本日は入場特典であるダミーチケットの絵柄をお見せしたいと思います。おー、じゃあ早速ですけどあるんですか。こちらドン。はい、あ、かっこいい。こちら、昼のお昼のですね、出演者のイラストが、キャラクターのイラストが出てますけど、ガチガチのガチのやつ。自己紹介は大切ですからね。そう、じゃあそこからまたこう、また絆が深まって、何したいかな。まあ、そうね、実現できるか分かんないですけど、はい、実現できるか分かんないですけど、まあ、でもこの間も言ったんだけど、キヨさんの遅く決めて食べさせてもらいたいです。食事会ですね。チャーハン歌舞伎町でチャーハンを作りたいです全然よくわかんないですよ。まあ中華イベントがあったんで、うんうん、まあでもそんなね、なんかせっかくですからゲームやってくれてる人とか、あとはなんかアニメをしっかり見てくれた人が楽しんでいただけるような企画内容を皆さんで考えてやっていただければと思っております。 DM やもお歌歌いましょう。朗読ゲームも欲しいです。そうだよね、お歌。でもね、うちね、お歌の曲数が少なくて3曲しかなくてさ、でさ、このイベントの生の感じでさ、お歌歌うってなるとさ、俺たちなんかアコギとかであれ無理じゃないわかんないけど、アカペラであれやったら超シュールで面白いと思うけど、結構リガードフォーユーな。なるほど。まあいろいろもろもろ皆さんの意見をぜひ参考に、どん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 素敵なイベントができたらいいなと思っておりますし、5回目なのでね、はい、今までを踏まえてみんなが喜んでもらえるような内容にしたいなと海斗くんと私も思ってますので、ぜひ昼夜来てください。よろしくお願いします。はーい、ですね。まあ、詳しいイベントの内容を改めてちょっとざらっと言っておきます。はい、はい、第5回テクラブ会員イベント、テクラブフィフスサポーターズクラブイベント、ユナイトですね。ユナイト、はい、日程は2024年の1月の21日の日曜日ですね。はい、昼の部の会場が14時、開演は14時半から、夜の部の会場が18時半、開演が19時となっております。はい、会場がジールシアター新宿というところでございますね。はい、なんか歌舞伎町2丁目44-1、東京都健康プラザハイジア 17階、何バベル、確かにバベル行くんかな、高層階17階です。17階、はい、17階でバベルにてイベントです。はい、はい、出演者昼の部のゲスト、はい、浦和樹さん小バルト役、はい、渋谷さとりさんクロム役、はい、峰田ひろみさん慶役、はい、海斗さんネオ役、はい、塩口さん、ひょうやく、かっこアシスタント MC。 なるほど、了解です。はい、夜の部のゲスト、浜野大樹さん、ボーラ役、はい、塩口さん、ひょうやく、はい、小林克幸さん、ロージー役ということでございますね。はい、出演者の方は予告なく変更となる可能性がありますのでご了承ください。よろしくお願いいたします。お願いします。そしてメイン MC は田中プロデューサーとなっております。はい、チケットが全席指定で6600円の税込み価格となっております。はい、申し込み期間は12月の6日水曜日23時59分、つまり本日いっぱい、本日中ですね。はい、本日、あ、こちらドリンク、はい、ドリンクは別になってるみたいなんで、まあ、当日会場で買っていただくみたいな感じかな。はい、喉が渇いたらバーカウンターへ GO ですね。はい、バーカウンターへ GO、 バーカウンターがあるかどうかは分かりませんけれども、はい、はい、買っていただいてっていう感じね。はい、はい、12月の6日水曜日23時59分、本日の23時59分までが申し込み期間と
なっていると。はい、なるほど、なるほど。ぜひね、この放送を見た後に行ってみたいなと思ってもらえたら幸いでございますので、はい、はい、本日中までのお残しもぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。というわけで本日の近畿はここまでとさせていただきます。はい、では一旦さようなら。バイバイ。こういうやつです。順にデザイン中に慣れてなかったと思う。そうですね、グループで歌うっていうこと自体が初めて。最初はグーあちゃんけんおい。次の感じありますね。ダメだやっぱ